こんねん、こう。まとめ始めた。まとめ始めた。これ、次に、もう明日、黒話した。ありがとう、言って待ってるわ。わかれへんな。やっぱりね。楽しんでください。これはここに。ジャンボ。はい、ハイディアチャンネルママです。今回は。はい、今回は。何ですか。今回はね。キャンプイベントに来てるキャンパーさんの、はい、高額なギア、一番高額なギアを聞いて回ろう、そういう企画でございます。お、どうした急に。お、急にどうした。このキャンプギアの溢れ返った。あ、はい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 、はい、今だからこそ。そう、過去に一体どんな高額なものがあったんだと。はい、そういうのちょっと気になるんで。面白さやな。ちょっと聞いて回ろうかな思っております。ちなみにこれは何のキャンプイベントですか。こちらはゆらぎアウトドアさんが主催してるゆらフェスボリューム8、え、すごっ。8回目らしいですよ。すごいよね。すごい続いてると思う。すごい数のキャンパーたちが集まってる。未だにね、こうやって盛り上がってるわけですから、そりゃまあ高額なねギアどんどん出てくると思います。これしかありません。じゃあ早速行ってみましょうか。今ちょっと甘噛みしたな今。え？今ちょっと甘噛みしたな。そう。じゃあ早速。じゃあ早速行きましょう。はい。早速ちょっと見つけてしまった有名 YouTuber ハモキャンプさんに聞いてみたいと思います。はい、ジャボーン。ドーン。勝手にもじれさせる。ドーン。ここにジャンボ。ということでハモさん、はい、一番今までで一番高かったギア一つ教えてください。ここにある分で。あ、ここにある一番高いギア。単品で。単品で。単品で。単品。単品で一番、ここにある一番テーブル、テントを覗いたらテーブルかな。テーブル、ベルンさんの、はい、韓国のあれね、おしゃれキャンパーがねこぞって使ってるやつ。いや、それは薄いやつでしょ。これもまあまあ 薄ない。薄くはなりますね、持ち運びは、ね、じゃあ金額は。金額はちょっともう覚えてないですけど。覚えてんのかい。まあ7くらい。7ぐらい。テーブルで。テーブルで7万。とっか。6か7ぐらい。だ倍までだいぶ安く買いました。ああ、はい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 。あ、じゃあもう日本で正規で買ったらそれぐらい。それぐらい。はい。さすが。テーブルいきなり7万。かっこいいもんな、これ。ベルもかっこいい。まあ、ステンレスなんで、うん、錆びない。あー、なるほど。へぇー、テーブル7万か。すごいな。すごいな。オプションもいろいろつければいいです。オプションつけたらもっとするってことじゃん。そうですね、まあ、フラットバーナーは別ですけど。あー、そっかそっか。これも、これも一応別なんで。あ、え、あ、蓋？これベルンの、え、まあ、ちっちゃいテーブルになる。お、すごい。ちょ、すごない。着台返しやん、もう。いやいやいや、古いな。いや、これすごいな。これめっちゃ便利やん。このテーブルに。おお。あと、あとこれとかカゴも別なんで。おお、すごい。ここに出し入れしやすい。おおおおお。これカゴあったらさ、全部洗い物入れてって。お値段以上出るって。あ、そうそう。もうできるやん。え？お値段以上出る。ニトリ。韓国版出る。韓国版ニトリ。韓国版ニトリ。足がね、伸ばせるのです、ね。あ、これまだ高くなるの？これ低い状態。これもう一個高くなりますね。あ、ここで。はい。ベルンのバージョン2。バージョン2。なんか元々は高くならないやつなんですけど。
おーバージョン2からここが高くなるのと、うん、あとなんかここにつなげるやつが別売りでまたあるんですけど、そういうフックみたいなやつをつける、拡張性が高くなった。すげえ、これいいな、タモさん。いいです。テーブルめっちゃ持ってますよ。テーブルキャンパーです。テーブル系キャンパー、どんなキャンパーや。なるほど、はい、タモさんのところはテーブルでした。工学ギア。ありがとうございます。ありがとうございます。お邪魔しました。工学ギア。聞いて回る。今日は工学ギア。うん、聞いて回る。これいくらなの？いやこれまあただみたいなもん。え、値段言いました？言いました。あ、ただ YouTube 見ます。一回も伝えてないんです。あ、そう。知らないです。高いとだけ知ってて、そうだからこの中やったらこれかなって思ったんで。あ、そう。全部モザイクかけておいてます。モザイクかけとく。ピーここで初めて。ユーチューバーやと思われる。恥ずかしい、こんなんしやんねん。ダブルピースや。ダブルピース。うん、そやな。じゃあ次行きましょうか。ずっと。ずっと撮ってるな。次行きます。行きます。一緒に。はい、続きましてこちらのサイトの持ち主マリコさん。はじめましてじゃないけど、初めての YouTube の恥ずかしい。お願いします。お願いします。ちょっと今あのいろんな方に一番高額なギアを聞いて回ってるんですけど、はい、いいですか、教えてもらって。最近買いました、ゆらぎのゆらチアとマウンテンモンキーズのハクっていうシートです。これもう見た目からして高そうやねんや。ちょっとこれあの値段聞いていいですか。ユラチアが4万4000円、うんうんうん、でシートも4万。はぁ、シートも4万らしいです。10万近くかかってる。2個。あ、そうか、あ2個、2脚、やば。2個、ちょっと時期狭まりすぎた。ほんまやね、これはやば。でもかっこいい。よかったら、え、ちょっと座ってみていいですか。わー、すごい、8万円の高級感がもう尻に引いてるわ。全然違う。全然違うわ、私の椅子なんかと。うわ、これはやばい、恐れ多いな。でもこれ革やから使うほど味が出てくるやつし、なんか、うん、こう、うち外にここも貼ってるから、うん、あんまりたわまないっていうんで。あ、確かにたわまんかった、ね、ちょっと 長、うん、長く使いたいって。できれば使わせていただきたい。でもこれあのいろんなシートはあるから、そうそうそう、またね気分で、ね、あの4万のシート買ってまた。純正のとこあるんで。あ、そっか。あ、そっか。元取って。元取ってから次の、はい、いや、すごっ、怖っ、ゆらぎ子は。ほんまに。いやでもこれウォルナットかな、めっちゃ触り心地めっちゃいい。ウォルナットでなんか真鍮、真鍮のここも真鍮で、いろんな柄が入ってるから。 あ、そっか、一つ一つやっぱり特徴がね、柄の。そう、わ、これはキャンプやめられませんね。こうなかった。もうやめた、怒る。マジで。あっち。やめた、怒るよ。え、あっちの趣味ですか。あ、もちろん。もちろんです。いや、そう見えへん。マリコさんかも出た。いやいやいや、ちょっと映してください。あちら、あちららしいですよ。犯人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 はあちららしいです。実は。いや、そうなんや。いや、知らんかった。100均でええやんって思ってたの。
そうやね、最初100均で済ませたらいいよみたいな思ってたのにも、どん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 沼の底に、はい、いや楽しんでます楽しんでください、これはこれはもうぜひ楽しんでくださいありがとうございました、いいお邪魔しました、とんでもないです、いやもうね、中もいかついんでちょっとサーッと取ってもらって、あ、中ちょっと待っていやいや、そういうのもあるんや、全部高級なんか思ってた全部が高級なんか思ってた、してなってマッチってなってほんで、一回な、あ、やる結論して、これマジあかんわ、はい、お次はちょっとヤバいサイト見つけましたよ、お宝の匂いがプンプンねえ、わかりますはい、ここのサイトの主さんはチンチラさんです、チンチラさん、チンチラですね、はい、あ、合ってますか、はい、チンチラさんです、ご存知の方もおられますね、ことさん、わかりますよねはい、今回はちょっとこのサイトで一番高かったギアを聞いて回ってるんですけど、はい、いいですか、教えてもらってギアだったらこちらの商品になります、はい、え、これ、はい、これはいいですか、はい、これソフビですよね、そうそう、ソフビなんですよ、ソフビって結構いろいろ見てきたけど、うん、ちょっとこういかつくない、このこ、え、これ高額ですか、高額です、ちなみに値段は21万円ですちょっと待って21万円ちょっと待って、うちの何よりも高いんだけど、いいよ、いや、何、え最近ポータブル冷蔵庫の10万円でびっくりしとったけどそういうの2倍以上する、え、これで、これでこれでこれでじゃあ手のひらに乗るよ、問題発言やろそれちゃうよ、てそういう意味じゃなくて手のひらに乗る、このちっちゃい子やでどこでも連れていけるっていうねえ、手乗りギアよね、はい、ファッションの一部ですね、これ、その価値に21万、そうです、まあ言ってしまうとオークションで上がっていって21万まで上がっていったっていう、あ、そういうこと、はい、コラボで一点物っていうことで、あ、一点物、はい、じゃあ世界に一つだけの21万、はい、うわなんでやばない、取られたらわかるっていうお前お前そうです、お前か言うて すぐ売りに出された、あったあったみたいなすぐに連絡くるって、すごい、え、この中にゴールゼロ入って光る、あ、そうです、光ります、この割れ塗装のところからちょっと光が漏れてちょっとマグマっぽくなるんです、あ、なるほど、はい、いや、やばないやばい、21番乗ってんねんで時計みたいなはい、1000円からムックさん見てるこれはムックさんっていうソフビーオタクの人、おー、はい、絶対食いついてくるでしょ、多分食いついてほしいですね、もう多分ギャロミも多分もしかしたら好きかもしれないです、他のも写してもろて、いいですか、はい、ちょっと怖いから置かしてもらうわ10万以上だろ、前回のゴアウトは、それでも6、7の価値が、白はでもまあ結構割に手に入るんで4、5万円で二次流通の手に入るんですけど、いや今のところ一番高額ギア持ってるチンチラさんでした、ありがとうございます、ありがとうございます、お邪魔しました、ありがとうございます、はい、お次のサイトはこちらです、覚えてます名前、キャンパーズ館世界かっこいいテントの持ち主はゆかさんですゆかさんお邪魔しますどうぞ、はい、今回はちょっと高額な、一番高額なギアここにあるの で、ね、一番高額なギアを聞いてるんですけど、はい、何かありますか、このテントですねやっぱりねテントはね、そうこのシールかなやろ
これやばいですね。そうやばいでしょ。私にとったらもう一番高額やねこれが。もう世界に一つだけだ、ね、そう宣伝しておきます。唯一無二のありがたいことで。ねえ、いやだって35万ぐらいそうですぐらいかな、なんかなぁ。うーこうだってな、あのサルビの時の久石さんも、うん、それぐらいって言ってたもんね、うんうん、いや、テントはもちろんなんですけど、うん、なんかギアじゃないですか、小物系の。小物系な、ね、とにかく今もグリーンで今揃えてて、こうもうちょっとのしたもんも、こんなんとかも塗り替えようかとか、ちょっとずつこれも買い替えてね、グリーンありますよね、はい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 、そうとかも今ギアチェンジ中で今ちょっと色パラパラなんですけど、グリーンギアにハマってて、でもこのソマビトのテーブルって、うん、これいくらぐらいするんですか。これは多分6万5千円くらいの気がする。うん、今6万2千か3千で乗ってたのかな、まあ、でも6万円やったと思う、以上だったと思う。これもともと緑で出てたの。そう、この色で、かわいい、うん、緑が好きで、緑のもんないのテーブルって言ったら、こんなあるでってお父さんがそのみたいなの言って、ほんまはあのこういうのは付け足していきたかったから、ね、アイアンのが欲しかったんけど、まあまあいいかっていうことで。これもちゃんとハマってますね。そう、これもそのみとさんの。あ、これもそう、これも、これハマっていくから、こう増やしていくからっていうことで、あーうわー、うん、すごー。じゃあこれとこれでセットで10万ぐらいってことですか。これ多分安かったと思うよ。これおいくら万円ですか。2万、3万円2万5000円2万5000円やっぱり10万やいや、じゃあ高額ギアになるのかな、言うたらこれもね。いや、なるでしょ、はい、いや、なるでしょテーブルで10万ってな。いや、でも皆さん、なんかここいっぱい見てたらもっとね、すごいよね。いや、もうあとなんかもうランタン、光系にすごいね、力入れてためっちゃいいよね。そうなんですよ、うん、あれ見てたらすごいなと思う、見てるだけでね。ほんまにわからない世界、うん、まあでも、全部高額ってことで。いや、でも全然高額じゃないです。これはもう10万円のセットこれも合わせてね、これも合わせてね、もうプライスです。いや、ありがとうございました。長いことすみません。ありがとうございます。ゆかさんでした。ありがとうございます。すごい。はい、日をまたいで今日はまたいで満腹になってもうだな、ママさんは。そう、ちょっとお見せできない、お見せできないぐらい満腹になってるから、マスクつけさせていただいてます恥ずかしゅうて恥ずかしゅうて、まあでもそんな状態でも高額ギア着ていこうと思います。行きましょう。じゃあこちらのサイトです。じゃあユミさんとヒデさんです。あー、どうもお願いします。ね、もうよく知ってるんやけど全部高額なんよ。そう全然いや、その中でも一番高額商品どちらでしょうか。はい、あ、ソマビトの激リッテ。シェードとしては高額ですよね。高額、まあ、近くしたかな。シェードで4万はちょっと高いですよね。でもその時ちょっとそう、もうアンバーがもう手に入れへんっていう話で、もう仕方ないな、使っとこうかな、どうしようかな、買うってっていうシェードです。そんな感じのシェードです。シェードで4万ぐらいしてくれってあるんかな、他に。いやー、あるでしょう。シェードでかな、シェードだけで4万探せばこの最近流行りのこのステンドも2万台やもんね。2万7000円ぐらいやから。ランプップさんの方ね。そうそう、すごいね、ランプップ入ってる。あ、すごいな。でもこれ台座入れたら4万ぐらいだよ。4万ぐらいで、こことここで8万8万ここで8万やねここで8万
でもこれ入れて10万超えるから。あ、そうやね、これのセットで10万。いやー、そう考えたらやっぱおかしい。おかしい、うん、やっぱりおかしい。日常にも満たないこのここだけで。このコーナー10万円。いかついわ、やっぱりそれは。普通に考えたら、まあ、このクッションも私ずっと欲しかったけど、値段で諦めたもん、うん、これで3万5千円ぐらい、ね、ちょっとちゃんと見ないと分かりますね、このモフモフがね。そう、ベリエさん、ベリエさんのモフモフついてるからやっぱり高いんかな思ったら、やっぱ高かったから、うん、手縫いというね、ベリエさんのところ。俺が塗ってます。え、手で塗ってるんですよ、それ。マジですか。貼り付け言ってましたよ、奥さん手で塗ってるって。そう、内職してます。すげえ。そらさんも、あんま払いましょう。しか、しゃあないっす。そら、しゃあない、しゃあない、払いましょう。そら、払う。な、大事、ね、ありがとうございます。まだまだ。いやー、よかった、いろいろ知れてよかった。ありがとうございます。ありがとうございます。お邪魔しました。勉強になりましたね。久しぶりのイベントキャンプ楽しませてもらいましたわね。えパパさん、はい。二日酔いでさっきまで死んでたけどな。いろんな高級ギアも見れて、ちょっといい刺激になったんちゃいますか。いや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 、また新たなギアを探す旅に、新しいギアなど見つけれたらいいなと思います。じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ファイティアチャンネルママでした。病院行ってください。病院、うん、明日治らんかったら行くわ。バイバイ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。じゃあもうアップでしやん。明日治らんかったら。